日本沖縄県石垣市、との城尖閣との城尖閣は、日本の沖縄県石垣市の地、尖閣諸島全域を、地域とする。郵便番号907-0031。八重山列島の北方約90海里、台湾島の北東方約120海里の東、品海上に位置する尖閣諸島の全域が属する。二千十二年九月以来、熊島以外の島が、 国有地となっており、海上保安庁が管理を行っている。また前頭が無人島であり、たびたび上陸する者が現れるが、定住人口は例人である。日本政府は1885年より、尖閣諸島の島々について領有権の調査を開始。真の領有権が及んでいないことなどが確認できたため、1895年1月14日に、 現地に兵軍を建設することなどを閣議決定し、日本領に編入した。1896年に八重山軍に編入され、1903年に戸の城村の一部とされて地盤が付された。1908年の当初町村制の施行に伴い、八重山軍に発足した八重山村の地、戸の城に属することなり、戸の城は1914年に、 八重山村が分割され石垣村の一部となった。1945年第二次世界大戦で日本が敗北しアメリカ合衆国は沖縄県を占領。1946年7月に発行された琉球列島米国軍政府による活動報告書第1号を皮切りにアメリカは一貫して尖閣諸島が琉球列島に含まれる旨を 関連布告等で示した。1947年に石垣町が市政施行して石垣市となり、尖閣諸島も地との城が属する石垣市の一部となり、2390番地から2394番地が割り当てられた。1952年の日本国との平和条約により、正式にアメリカの市政下に置かれた。 1972年5月15日に沖縄県が日本に復帰し尖閣諸島もその中に含まれた2012年には尖閣諸島のうち民間人が保有していた三島を日本政府が20億5000万円で買い上げ尖閣諸島全土を国有地とした2015年9月に尖閣諸島の地を都の城から都の城尖閣に変更する陳情書が 石垣市に提出され、翌年より市議会で審議を開始。2017年9月、石垣市の中山義孝市長が定例市議会においてあざなを変更する議案を上提すると発言。その後、11月末になって、石垣市は翌月の定例市議会に方針を固めたが、国との調整が必要であることを理由に翌年以降に先送りした。その後、 2019年3月の市議会では主側から当面見送るとの方針が示された。2020年6月9日にあざなを改める議案が市議会に提出された。石垣市の事務手続きにおいて尖閣諸島と石垣島内の都の城地域を混同した事例があったことから、両者を区別して行政事務を効率化することが議案提出の理由であった。 議案は6月22日の市議会で賛成13、反対発表の賛成多数で可決、成立。同年10月1日に尖閣諸島のあざながとのしろからとのしろ尖閣へと改名され、郵便番号は907-0031が割り振られた。なお、地名変更に伴い番地は変更されていない。魚釣島に割り当てられているとのしろ2392番地は、 東京都千代田区、千代田や島根県沖郡沖野島町竹島と同様に、本籍として人気が高い住所の一つである。ありがとうございます。